生まれはロシア。舞台は東京。ピロシキーズです。なんと。なんと。なんとですよ。アレちゃん、コンビニ行って行く？最近あんまり行ってないかも。行ってへんの？行かんとあかんねん。セブンイレブンが、なんとこの度、玉ねぎと牛肉のコクうまボルシチを発売したわけよ。すごくない？ボルシチがなんと、ボルシチがコンビニで買えるの？コンビニで買えるねん。398円。安っ！驚き桃の木を。安くない？これちなみに、食べんとあかんや、我々ロシア人。でも気になる、これ。ね、ボルシチといえば、ウクライナやロシアや、あの辺でね、よく食べられる郷土料理みたいなもんですよ。アレちゃん、ボルシチってこれまで結構食べた？うちママ作ったりするし、小学校の時に、今日ボルシチだって言われて、うん、ボルシチ、喜んでて嘘出てきたのがトマトスープやった。俺もボルシチといえばもうこれまで数百回は食べてると思うねん。数百万、まあまあ、もう家でなんかやったらボルシチ作られるし、ぶっちゃけボルシチが出てくるって言ったら、うん、あーなんだボルシチかよみたいな感じのぐらい食べてるねん。だからすっすごく気になってこの度買ってきましたよ。新発売っていうシールが貼られてるぐらいやもんな。そう、うん、ちなみにねこのボルシチなんですけども、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、九州での発売やから、ほとんど全国で買えるけど、まあ、北海道とかではちょっと買われへんみたいな感じ。なんで北海道で買えへん？北海道はもうロシア行けって感じよ多分。今日は、これもう案件じゃないです。最初に言うけど。お金1円ももらってません。お金もらいたい。もらいたいけど。案件じゃないの？でも、お金もらったら、もうさ、ガチ評価できひんやんか。まあ確かに、あの、美味しいって言うしかないか。そう、だからプロのボルシチ家として。今回はもうこのセブンイレブン、もう遅くない？ちょっと。脳みそが処理するのに。とにかく我々プロのボルシチ家としてこれしっかりと評価をしなければならない。何の忖度もなく。したいしたいしたい。そう。これがボルシチなのか、もしくはボルシチじゃないのか、美味しいのか美味しくないのか。でもちょっと、サイコ版を押すべきか押さんべきか。まずかったらまずいって言う。言う。言うよ。ちなみに、現時点で中身を見る限り、ボルシチじゃないか。でも。レモンとか入ってんのか。あ、でもね、これレモン入れる人、いる。おるん？レモン入れないの、ほんま。俺、レモンなんか見たことないよ。しかもこんな皮付き。のレモン、あのね、葉っぱやったら入れるけどさ、レモン入れてる人もいる。でも一般的ではないよな。一般的ではない。入れる人もおるかもわからへんけど、うん、まあ味噌汁にナス入れるようなもんよな。じゃがいもなんかもどっちかっていうと、もうちょっとこういうゴロッと入ってるわけじゃなくて、薄切りじゃないけど、あの薄い小さめだったりする。そうそうそう。まあでもまあ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 、まあまあ許せる範囲ではあるけど、見た目ちょっとボルシチ、うん、あん。玉ねぎと牛肉やから、牛肉入れる？ボルシチって。あなたの地域は豚肉とかない？いや、豚じゃないよ。鶏肉。チキ。鶏肉なん？あんたんとこはどうせ羊やろ。田舎やから。牛肉。牛肉なん？羊入れへん。羊入れへんの？鶏肉のボルシチ結構美味しい。食ったことない鶏肉のボルシチ。めっちゃ美味しいです。衝撃、今。とにかく、ちょっと一回調理をしてみましょうか。なんとね、アレちゃん家に電子レンジがないことが発覚し、ちょっとどうしようって悩んだ結果、アレちゃんが隣の家の人のところに行って、電子レンジ貸してくださいって言って、チンしてきた。チンできた。やばいよな。しないで。隣の人からしたらさ、ロシア人の女がさ、なんかボルシチチンしに来たみたいな。ボルシチチンしに来るんや、やっぱロシア人って、みたいな。コンビニチンなチンでも、みたいな。しかもコンビニ、ロシア人がボルシチチンしに来たって、もしツイッターで書いてたら、ネタだよ。アレちゃんの隣の家の人。絶対それだよね。あ、でもありがとうございます。チンできましたのでね、ちょっと開けていこうかな、早速。ちなみにね、原材料をね、ちょっと今見てたんやけど、玉ねぎ、じゃがいも、牛肉、人参、デミグラスソース。え？トマトカッコ。じゃあだって、このデミグラスソースって。いいよ。醤油。つまりね、ビーツが入ってないわけですよ。ビーツでも入ってなかったら、もうそんなんさ、味噌汁の中に味噌が入ってないのと一緒じゃね？ちょっと開けていこうか。うわ、なんか、ボルシチの匂いは、ボルシチをまず想像するな、匂いを。目つぶったら、一瞬する。でも、やっぱデミグラスソース。デミグラスつや。デミグラスソースつや。でもね、ほんまに、最初の一瞬がボルシチなの。ハンバーグ。あー。かかってるソースみたいな。で、やっぱどうもなれへんのが、このでっかいポテトとか。まあでも、ポテトはね、うち結構でかめに入れるから。そう、俺も絶対ちっちゃいので入ってる。あくまでスープでないといけないから。ごめん、うち突っ込んじゃう。ほんで、妊娠？妊娠ちゃう。妊娠。妊娠しない。人参もさ、見てだって。あの、人参は入れない、こんな感じ。こんな感じちゃうよな。もう大量に入ってて。もうめっ
ちゃ千切りです。あと何よりもドロドロだね。ドロドロだよね、うん、カレーみたいな。ちょっと早く本物のボルシチは全然ドロドロちゃいます。サラッサラ水、こんなドロドロのボルシチはこれどこ探してもないよな。ロシアにもいろんなボルシチあるけどドロドロはないやろ。見たことはないかな。俺もない。ルールはあんまりなくていろんなものを混ぜてスープとして飲むってやったらいいけど色が赤くない、うん、ちょっと食べてみるか。いただきます。いただきます。おお、牛肉がさ、食べてみて。でかいな。牛肉はボルシチの中に入ってる牛肉に結構似てる。うん、これさ、ボルシチ認定できる。違う、多分これはボルシチじゃないよね。じゃあ何、全然違う、多分ビーフシチュー。ビーツ入ってへんねんで。ハンバーグとかにかけててもおかしくない。米入れたいよな。米とか入れて米にかけて食べたい。食べたい。カレーみたいな感じで。そんな感じで作っちゃうんじゃない。米と合わせて食べれるように。あ、なるほどね。ビーツはもうスープだからお米と合わせて食べたりは絶対しない。そんなことないんだけど、うん、ビーツが入ってないと、うん、ボルシチはないの。緑のボルシチはまた違うね。また違う。ちょっとビーツが入ってないボルシチもあるけど、うん、それは緑でまたその他の材料が1個かけてたらもうそれも緑ボルシチじゃなくなっちゃうから、うん、ボルシチ自体は単純ね。これをロシア人に出すやん。うわボルシチやって思って食べるロシア人は1人もおらん。ウクライナ人もそうやと思うけど別物。でもさクソうまくない。めちゃくちゃうまくない。あのボルシチ長いけどこれうまいな。これさあのいわゆる魔改造ってやつじゃない。日本人が得意な元々あった国の料理を日本風に改造してめっちゃ美味しくするやん。それでみんなイメージあボルシチみたいな、ね、なるけどミラノ風ドリアみたいなことよ。ミラノにないやんミラノ風ドリアって、ね、でもめちゃくちゃうまいやん。ボルシチって言ったらあかんわ。ボルシチ風って言ったらいいけど確かに風って書いてない。風って風って書いてへんねん。これ玉ねぎと牛肉のコクうまボルシチって書いてんねん。もうあかん。英語やとボリッシュ with beef, onion, potato, and carrot。 なんで今英語風で言うの。いや、書いてんねんもん、最後。びっくりした、何がその食べ物か。じゃあ、星いくつ。いくつ中。5つ中。5つじゃ。俺もそう思って。5つ。満点。満点。うまいね。めちゃくちゃ美味しい。もう、リピ書く。いや、でもこれ食べてボルシチなんだって思ってほしくない。でも、これはマジうまいから、ボルシチうんぬん抜きで俺おすすめだわ、これ。おすすめしない方がいいよ。案件ちゃうからか。じゃなくて、こう売れんで食べへんで、あんた。あ、そっか、また。これ買うのもすごい少ないから、うちらめっちゃ苦労したやん、買いに行くの。あんただってヤクルトもおすすめしたら、ヤクルト売ってへんねんから、どこでも。あれ、そんな俺のせいちゃう。あんたのせいやで。今、ヤクルト買えへんねん、こっち買えた。でもでも、なんか、それで売り切れるんやったら、嬉しいもんや。なんか見られだからもっと増えるやん、これからあれ売れるからもっと改造したりとかもっとこう増やしたりとかロットをね。なことないよこれ冬やからやで。これボルシチ今出してんのなくなるでよこれ。美味しいこれほんまに。いろんなコンビニ回ったよね。もうないですどこにも。いやあるわまだ発売したばっかり。もうないです買わなくていいです。これマジで逆に日本風ボルシチみたいにしてさロシアにこれまた売ったらロシア人めっちゃ好きな味。なんででっかい人参あれだったの。これ小さい人参。それは玉ねぎ。これまた温めるときどうするの。隣に行く毎日ボルシチを温めに来る女やばい。それで仲良くなる。最後は電子レンジ抜きで体のぬくもりで温めてバカじゃねえのピロシキーズとしては認定をします。ジャンバ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 。ボルシチではないクソうまいスープ認定いたしました。ぜひ見かけた方はお試しあれ。試してみてくださいなーってないよね。本当はおすすめしたくない。これ美味しいわ。